けないの？つけた。けた。何分止まってたのかな。いや、多分すぐ30秒ぐらい前だと思うよ。11だから違う、普通に吸っちゃってるね。そうだ、まあ、いいか、それよ。すいません、モンジョリが充電切れたらしい。俺も気づかんかった、切れてるの。電波に持たないの、これ4時間も持たない。電波悪かったかな。いや、それはないでしょ。プロマックスで4時間持たないってないもんね。100% からやってるのに。これ入らん？入るよ。入ってるよ、もうそのギュッと押さえて回すだけ。ここをギュッと押す。あ、そういうこと。そうだね、ほうれとろ。うん、直樹も一緒に、うん、今なんていうかね、直樹見たら怒るかな、それとも喜ぶかな。とか言ってさ笑ってる、うん、どっちだろう。いや、でも最初はちょっと敵を向けるかもしれない。あそうかもね、うん。話したい？お前も。話したい。ほんとにいいよ、ひでまみちゃんね。ほんとに。あ、この正面から撮ってほしいな。どれ？ほんとにいいよ。正面。うん。この角度が。はい、はい、チーズ。今の撮る？正面。はい、うん、もうちょいこっちかな。あ、行きまーす。で、行きますか。うん、やー、ひでめ、これかけたら。いきますよ、来年も。なんかね、養分たちも来るからね。うん、お、飯食って食おう。秀美様なのかな、多分ね。うん、なんだ、違うのかな。これご先祖様かな。ご先祖様でしょ、これ。あ、これか、これ。秀ってその字なの。これ生っていう字なのかな、秀美って。どうなんだろう。あ
れがないんだね、あの木のやつが。もう刺したんだよ。そうなの、俺の墓はなかった、そんな。なかった、大名とか入ったやつ。なかった、あったかもしれない。板みたいなやつ、わかんない。法事のたびに新しいのするような。あ、それ違うわ、ない。木の板みたいな、わかるんだけど、それ残った俺。お母ちゃん。うん。じゃあね。じゃあね、ひねママ。うん。かんだけ。これすごいよね。かわいいだろ、これ。これ後から掘ったのかな。わからん。ね。わかりやすいよね、一発でわかる。すごいね。意外に来ないとこ多いよね。ね、綺麗、すごい。だいたいお墓見ればわかる。ピラミッドみたいなのがね、すごくない、あの山。あれ、うん、たまたまだろ。でも山って基本的ピラミッドじゃね、形。車だから大丈夫か。多いな。ヒデリン見てるかな、これ。毎年来るか。線香消さないよ。あれは消して。あ、これこれこれ、これのこと言ってた。ああ、これね。いいね、この水道あるの。知らなかないからな。ないの？ないない。だから買ってくんだよ、いつも。イロハスとかで洗ったり。マイクは前に乗る、今度。うん。後ろで。こっちの方がいいかな。逆側が乗るんだったら。寒っ。寒い。タバキューいいっすか。一本かましとかなくて。何を？タバキュー。あ、大丈夫。タバキュー、吸いたいんでしょ。いいよ、吸って。吸うか、じゃあ一緒に。なんだ、うん、で、そうですね。あれ、俺ライターをもらったよな。知ってるか。エルモってエルモで合ってるよな。ヒデリン見てくれてるのかな。
寒いね。来るとさ、スカッとし、めんどくさいけど移動が。俺もそうだけど、移動だけがだるいんだよな。疲れるし。10時3、これから山賊っすね。お母さんありがとう。あれ母校なの？いや、なんか母校違う、なんかあの リスナーっていうかその視聴者が母校見たわっていうか。自分のあれで幼少期あれご覧になってない？ないしよ。うん？こっちには住んでないし。こっちには住んでないでしょ。電波悪くなるかもしれない。絶対悪くない。リスありがとう。辛いようにしないといけないから。いる？これ回す。どこ回す？さっきと一緒。さっきと一緒。自分でかす。回ってなくない？こうなんだけど、直樹が映っちゃうといけないから、これ撮ってもいいしね、テンスト。いや、ダメなんだよ、フワッチは。テンストくんとこ映してたよ。いや、絶対ダメだと思う。俺、守りたい、さすがに。どうやったら、こうやってやるの、ね、向き変えるの、こっちか。うん、住所俺に送れる。お前くんの送ればいいの？うん、それでこっちでポンと送る。あ、ご飯ね。うん、充電持つかな。結構遠くない？何時間？どっちが近いんだろう。2個あるんだ。あ、こっちか。一時休業って書いてあるけど、やってないんじゃない？じゃあ、私たち徳山駅だよね。あれ？徳山駅ね。え、だいぶ離れてるよ。マジ？そうか、どっかリスナーさんに教えてもらって有名なとこ行くか。普通にあった。
れちゃった。こんな道沿いないんだよ多分。なあ、徳山駅って下に駅もなかったじゃん、何も。で、なんか戻る感じで。その途中で食べるってこと？いや、あったら。山賊行く、それとも1時間かけて、まだ早いから。で、その山賊から、山賊から戻ってきて、レンタカー返したりして、間に合う。間に合うんだよね。だってこっから1時間でしょ、山賊。ただ一番近いとこは休業になってんだよね。1時間でもまあまあかかるよ。そうだけど、せっかく来たからいいとこ行かない。15時に間に合うんだって、あと4時間だよ。しかも15時の40何分じゃなかったって、新幹線。行けるよ、行けるし。山賊を。どんどんいいらしいって書いてある。わからんけど、どんどんっていうこと、コメント。そこが一番有名なんでしょ、インド行かなくて一番美味しいとこじゃん。うどん屋さん。任せるわ、でも。任されんのかな、みんなはっきりしてくんない。どんどんうどん。どこなの、そのどんどんって。うどん屋派。どこにあんの。うどんだけだけよとか。じゃあ山賊行こうじゃ、1時間だから、うん、山賊の一番近いとこ、うん、ただ近いとこが休みなのかな、これ。電話繋がらん、休業中になってるけど。あ、本当だ。三。一時休業って書いてあるわ。遠い1時間のとこに行く。遠いとこ行こう、1時間のとこ。そこにセットして、うん、ここでしょ、うん、電話ここ2時間電話しとくか。12、13、うん。すいません、駒井と申しますけども、あの3人で今から行きたいんですけど、あの、あ、大丈夫ですか、あの自分、あ、本当ですか、あのあとですね、自分たちの顔だけ、そのお食事シーンをあの生配信で、あの撮りたいんですけども、他のお客様は一切映さないんで、それは可能でしょうか。はい、そうです、はい。直樹もちょっと急ぎ目に行くか、はい、ちょっと待ってよ。はい、あ、本当ですか、分かりました。じゃあ、今から1時間ぐらいかかっちゃうんですけど、そっちそっち、はいはい、お願いします。はい、失礼します。バタバタしないんだって、15時40何分新幹線で、うん、でも1時間ぐらいで食わないといけないね。でも
4時間もあんね、あと、うん、でも渋滞とかしてたらちょっと危ないかも。渋滞なんかないっすよ。取れたんでしょ。うん、こうちゃん、うん、時間、往復2時間、うん、ちょっと待ってよ、もうね最速、いや28分な。え28分、うん、余裕やん。余裕じゃん、余裕じゃん。こっちはこうやって見やすいでしょ、これ。そうそう、違うとこじゃない、まさかね、休業の。違うよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。あれか、高速のルートで近く。うん、オッケー、いける。余裕余裕じゃん。行くぜ。余裕じゃないけど、まあいい、いい具合じゃない。うん、絶対うどん食うわ、俺。また来んね。うん、絶対うどん食うわ、俺。何が何でも鮎の塩焼きとうどんだけは食うわ。それ以外は俺食わんね。マジで食うわ。ぶっちゃけどこで切れたの、本当に一番いいとこで切れたじゃん。いや、ひでみの幸せかもしれない。そうかな、二人っきりになりたいわみたいな言いそうじゃない。うん、もう今日だけはちょっと配信やめてって。うん、もっと乗ってるかもしれない、こっち。怖っ乗ってる説あるぜ。また遊びに来るのかもしれない。山の中なんで、ちょっと電波のカクつきとかは、あの、あれね。お墓前に。ご了承願います。今度はツアーやろうね、みんなで。ひでママツアー。ちょっと1時間なのかな。うん、で中国自動車道路出口
ートベルトしてください。誰？あなたです。高速なんで。この先、合流があります。ご注意ください。絶対にしてください。
ぐらいまで配信したから、ね、まさか4時間ってことは、まだ俺の配信見てなかったっす。え？嘘だろ。見てました。面白かった。歯の場所分かった？歯の場所じゃないわ。フロント、ロビー。俺歯磨きセット持ってたから、ヒゲはそれ買ったけど。
墓参りだけだから。見ました。
い中じゃないこれ。山に囲まれてるだけじゃん。で家が 2,3 軒しかない。どうやって生活するのこれ。俺ヒロキって言った今、はい、今ヒロキって言った。あ、僕ですか。違う違う、俺が今ヒロキ見たって言った。俺ヒロキって言っちゃった。お借りください。領収書も必要なく
豚ちゃんください。豚ちゃんの話になります。お取りください。領収書が必要な方は領収書発行ボタンを押してください。石の高鉄水桜起きた。ちょっとありがとう。おいしょ。知ってる曲ないかな。あともちゃん多いしょだ。あもちゃんこれまた1位やろ。これめっちゃ止まってんだよな俺。視聴者プレゼント、視聴者アイテム、またこれ帰ったらあげるわみんなに。1000個ぐらいあるわ俺、配り回す。また抽選も。説明しちゃったら、なんなら一番有名な王道は桜。愛し合って喧嘩していろんな
していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい花びらのように散りゆくことをこの世界で全て受け入れてゆこう君が僕に残したもの今取り受けケースの宝物だから僕は花になろう。やり虹上がり淡嵐に生まれる光いらない分からんけどこれ乗るんだよ。やり虹上がり淡嵐に生まれる光先を起これもっと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  Yeah. でこれちょっと格好つけるな。決めるなよ。まんざらでもない顔すんな今。まんざらでもない顔すんな。おいしょ。今ガチ気味した今。完全にかましましたね今。着きましたって。あ、着きました。寒いですよ。いや寒いですよ。空いてるですよ。さっきの歌デュエットいいよと思った方、無料アイテムナイスお願いします。しないとどうだろう。どこ？あ、ね、なんか隣にも店あるんだよ。間違いない。ありがとうだ。デュエット。絶対気になくれるんだろうな今のやつ。絶対最後のあの決め顔まで決め抜かれるんだろうな。バズりそうだけどな、あの決め顔。とんでもない顔だったもん、さっきの。とんでもない顔だったね。ノンキチと。
じゃあ待って、さっきの顔がマジつぼるんだけど。足があるの？あれ先生どこ？入ってた。すごい綺麗だこれ見て。皆さん来ました、ここが山賊らしいです。うわなんかすごいなこれ、足湯って、あめっちゃいい匂いする。あどこ行った、あれどこ行った、本当にん姫様こっちお手洗いじゃね、あれもんじゃりどこ行った、お手洗いかな、え正面か、あ来た3人、先ほど電話して、あそうですか3人です、ありがとうございます。おすげえ。お席はこちらのお席、はい、すごい、これは一緒、これは一緒、こちらへどうぞ、ありがとうございます、気をつけられてください、はい、今お手洗いちゃったので、はい、あ、すっげえ、待ってここなんだけど、こっちまたこちら取らないでくださいね、はい、はい、すいません、すごい、はい、はい、大丈夫です。めちゃくちゃいいね、雰囲気。すごいね、ここ。あこれね、素敵だよね。うん、あ寒い。気をつけてください、はい、またお声掛けください、はい、わかります、はい、ありがとうございます、おいしい、こんちゃんもこんちゃんこんちゃん、なんだろうこれ、うん、しちゃった私、俺がそっち行こうかな、うん、こっちがいいよね、そうだね、外見に行こう、あ、こっちね、サビわさびは急に寒くなった、何ってんのこれ、うん、いいじゃん、ステーキもあるよ、いや、ステーキあるかな、もうこのためによかったわ、映えるね、映える、めっちゃ映えない、庭もやばいよマジ、ありがとう26枚、神さんありがとう、庭もやばかったね、え、なんでコメント聞いたこれ、え、ナオキとナオキ歌ってた、歌ってたの、うん、ナオキノイノイだった、何が美味しいの、何アングリヨシ、これ、うん、気になるとこある、みんなナオキも美味しい、
電波がない、私の全滅だ。ソフトバンク au か。それ何？ドコモ。ドコモ生きてんだ。珍しく強いわ。もっと近く、もっと近く、この後直樹の本所ギリギリのあんだよ。チャーチャーもうどこよ、もう。じゃあここでいいよ、もう。遠いっていうね。じゃあここでいいよ、じゃあどこ、その直樹の横ぐらいの、そこでいいじゃん、ここで直樹を つんないのねえ。でいい、電波ないわ。え、何？じゃあそっちかな。これはあるの、もっとこっちない、ここ前から。少々オッケー、正面でいいよ、正面ね。斜めってます、ちょっと座布団とかして、はい、あ、やだ、もうお茶こぼれてる。 お茶こぼれてる。あ、僕に私やん、なんでこれ斜めってんの。座布団ちょっとはけて決めた？焼肉もあるね。決めよう、早く。ちょっとあんたの方がいいですか、ね、あ、いいですもん。よろしいです？はい。はい。先どうぞ。あ、まあいいや、いいですか？はい。山賊うどん。おうどんを。はい。あ、一つ。はい。はい。です。あゆの塩焼き。あゆの塩焼きを、はい、お一つ、はい、あと人気って言ったら何ですかね、はい、そうですね、やはりおうどんじゃない、おむすび山賊焼きがこちらの名物ですので。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ、あと餃子も美味しいです。あ、餃子食べたい。あ、山賊焼き、あと大きいですか、山賊焼きって。ですね、手羽と足とありまして、手羽の方が肉付きがいいんですけど、はい、そっちしましょうか。でかいです、そっちは。でかいのか、食べきれかな。じゃあ足の方にしましょう。足の方で。はい。いいですか。はい。山賊むすび。おむすび。はい。そっちもどうしよう。山賊茶そば。茶そば。はい。と山賊焼き。山賊焼きも一つ。はい。はい。あと餃子。餃子。はい。みんなと見ると。直樹は？あ、僕山賊うどんで。うどんで。はい。じゃあ山賊焼きはどうしましょう。手羽を2本にしましょうか、それとも1本ずつ。手羽と足と1本。あ、じゃあそれで1本ずつで。おむすび食べないの。あ、大丈夫です。お腹いっぱい。食べときでこれが有名なのか。はい、食べられます。はい、はい、これうどんって多分ちっちゃいですよね。おうどんは大きいんです。半分の一口うどんっていうのが半分の量になります。普通のでよろしいですか。普通のでいいの。なおき、はい、普通なで。揚げ出し豆腐とかも美味しそうだね。揚げ出し豆腐。揚げ出し豆腐を一つ、はい。待って、俺やっぱ一口うどんにしようかな。うどん。ボーンでくるうどんのこのお皿が。ですね、その写真に載ってると思うんですが。この大きさの比較わかんない。ああ、そうなんですね。おにぎりもでかいもんね。でかいか。はい。だから俺一口サイズもいいかな。一口の方にしましょうか。うん、おうどんは今普通のにされてたんですかね。あ、で普通で、おうどん普通で、はい、僕があの一口うどんでよろしいですか。一口うどんで。はい。はい。はい、お願いします。以上でよろしいですかね。もう一度確認をさせていただきます。はい、おうどんがお二つ、一口うどんがお一つ、揚げ出し豆腐がお一つ、鮎の塩焼きがお一つ、山賊焼きがお二つ、はい、おむすびがお二つ、はい、茶そばがお一つ、餃子がお一つですね。もう食べないよ。あゆむし焼きはお時間かかりますけどよろしいですか。あ、大丈夫です、はい、じゃあこれやってみる。ひろりん、七輪すいません、七輪、ね、これは少ない。どんなですね、一人前が100、3人で食べるメニュー。じゃあ一人前で、はい、で飲み物、メロンソーダください。はい、メロンソーダお一つ。何する。俺ウーロン茶。ウーロン茶。あ、コーラで。はい、はい、はい、お待ちくださいませ。いいな、なんでお、ね、朝食べてないのお腹いっぱいなの。あんまり空いてないの。だってあそこは食べてないよね。う
うどんだから一口サイズにしたね。危なかった。どれないのみんな。お腹空いてないの。いや俺はね頼みすぎちゃうんだよ。だからいけると思う。いいじゃな、でせっかく来たの食べよう。いやだからそれで。してもいいか食べようよ。俺は大丈夫。絶対。しかも俺山賊焼きもあるし、あと餃子もあるし、うん、あと鮎の塩焼き。みんなで分けばいいんでしょ。わさび時間かけてきたんだなさ。うどん一杯で帰れないの。食べないよ、こういう時は。でも、過去一雰囲気がいい店かもしれない。うん、めちゃくちゃいいね。映えるよ、映える。外とかあのトイレとかも良かったよ。過去一だわ、これ。雰囲気がいいね。やっない。はい、私の直樹の電波ある。どこもだからあるんじゃね。俺は完全ないわ。 5G とかに入ったりして。ないな、余計に入らんと思う。絶対モンジョイの足臭いわ。なんで知らない。スクリーム塗ってきたよ。めっちゃ臭いぞ。臭くないよ。嗅いでみて。臭い？いや、臭くない。自分じゃない？こちらがコーラですね。誰？なんかメロンソーダ。僕ですか？ウーロン茶。え、わかんない。僕ですか？多分僕ですね。え？靴下変えてない。変えましたね。あ、僕ですか？あれでもいいや、論争やめろ。何の匂い？なんだ。また変なこと言うか。すごいなんかちょっと気になる。自分じゃない？俺かな。俺だわ。多分自分じゃないの。いやちょっとやめて。あれストロー2個しかなくない？いや俺あのいらないストロー。いらん。うん、はい。あ、おいしょ。なんかそっち電波使える？入る一本。なんか京都のお店なのかな。なんでこれだけ電波いいんだろう。どこも。うん、私 AU と楽天ダメだもん。一本しか入ってない。え。うん。お前くんだけ見事に入ってるね。ドンプシャだわ。なんで。ドコモが最強なんだ。髪切り来て、読みてんの俺。私たち来週行くよ。そうなの。うん、あ、なんかあの髪色変えるらしいの。うん、黒にね。黒にするの。金髪で似合ってないの着てるかなんと。ブラック花火の髪見てください。え、なってきた。なんて来てた。ごめん、もう一回返せ。飛んじゃったわ。寒い、この店ね。いや、だから見れないんだって、コメントが。こっちコメント2個しか反映されてないんだよ。あ、横だからってこと。うん。誰だ。ちょっと直樹撮ってくんない。ルーちゃんか、誰だ。私たち、うまくお写真、うん、はい。うどん3つになってる。遠くは撮って近づけます。行きます。え、2つだよ。もういいね、映えるね。うん。何曲とか。はい。笑って。あ、笑った。笑った。さっきも笑ってた。ピンポンして、なんか。ニコってなった。押せた？押せたなら3個になってましたって、うどんが。3個でいいんでしょ。なんで？みんな1人ずつ1個じゃ。はい、だって呼ばれました。あ、大丈夫です、すいません、間違えました。あ、間違った。はい、え、うどん頼んだよね。うどん頼んだ、頼んだ。いや、頼んだよ。私頼んだよ。あ、そうなの。じゃあいいじゃん。うどんとおにぎり。わ、七輪や。
はい、七輪とコンロですね。すごい。はい、暑いのでお気をつけくださいませ。わお、本当に七輪のお肉とタレですね。ちょうどいいじゃん。2つ持っていきましょうか。わお、あ、タレ2つで、はい、この箸でお焼きください。何の牛ですか。牛ですね。牛なんだ。はい、スメラギ。わお、失礼回します。ちょっと待って、ちょっと写真撮っとこう。どうせ高すごいね、店の中、マジね。なに、うまいことなんかやってきて、もうさ、ポートレートやってるの。うん、全部違う人。じゃあ、アップになるか、こう、遠目にどうなったらいいのか。遠目やってるの。普通の写真でもいいんじゃない。自分でいいじゃん、いいじゃん。絵になるわ。はい、失礼いたします。はい、タレですね。すみません。はい、あ、どうだ。おい、だってもうちょいこっち来るか。そうっすね。何のタレなの。味噌だね、これ。何だろう、これ。あー、何、いい、絶対うまい。焼き肉のタレだ。うん、見えるかな、見えないか。めっちゃうまそう。こんにゃくも乗っかってる。こんにゃくも焼くのかな、これ。焼くんでしょ、でも。うん、焼いちゃいますか、じゃあ。はい、どうぞ。わお、あ、これ一人前だから一個なのか。おい、ね、落ちたぞ。ちょっと見えないって。あっ、あや、見えないの。切れてる、なんか。あ、また落ちた。見えないな、私。あれで確認できるから、ちょっとあれよね。やだやだ。牛肉なんだよ、ね。いや、しかもそうだ、そばも来るんだよ。そうだよ。うどんも来るんだよ。いや、私うどん頼んでないよ。意味がわからん。茶そばだよ。意味わかんないって何。さっきうどん3つ来るよって言ったら、私も食べるもんって言ってたじゃん。だからそばね、私も茶そばだよ。私うどん、ちっちゃいやつと普通のうどんでしょ。うん、3つじゃないよ。なんか3つって言われてたらしい。あなたが間違えてる。普通のとちっちゃいの頼んだときな。大きいの食べればいいんや。ちっちゃいの。私はだってうどんなんて言ってないよね。茶そばっつってる自分の。はい。ミニなんかでかいの食べればいいじゃん、ミニ。俺無理だもん、その入らんね。なんでそんな食べれないの、みんな。ひょろひょろガリガリ、チー牛インキャだから。生活逆転してるからでしょ、みんな。夜とかに食べるんでしょ。食いすぎなのかな。これだったら食べるでしょ、一人前だから。うん、ちょうどいいよね、一人前。三人食べな。待ってないな。はい、赤いぐらいがいいな。いただきます。いただきます。いただきます、言ったかな。いただきます。濃厚、うまっ。なんだこれ。
うまいね。うまい。なんかシチューみたいな濃厚さだよな、ね。うん、デミグラスみたいな。うん、なんつうのかな。うまい。味濃いわ。肉もなんかこれ普通に、なんかコシがあるよね、ほんに。コシ？これでもいい。うん。もう食べて。あえだ。玉ねぎ食べる人。食べる？なんか取って。あえだ。します。三角焼きですね。うわ、はい、結構大きいね。そうですね。こちらが足になっています。はい、こちらが手羽になっています。これが有名なんですね。はい。よろしい？ごめんなさい。どちらかお選び。うわ。すごい、何これ。手羽がいいな。手羽ってどっち？こっちが手羽。あ、これあっち。どっちもいいよ。どっちがいい？こっちでいいよ、こっちで。すげえこれ。真ん中いいよ、もう。でかいです、おむすびで。うわ、おむすびだ。どうぞ、鮭と目とコンが焼いてます。でかいですね、これ。こっち手具だけ。うん、こっちだけ。やばくない？いいわね、ここね、配信映えするね。OK、 ね、ちょっと私も撮ってそれで、おにぎりとワンパクセットみたいな。ドラクエに出てきそう。ドラクエに出てきそう。いきなり草むらから。お前も撮ったよ、これ。ドラクエセット。ポートレートの方がいい？こっち向いて。でかっ。 OK。 はい、失礼いたします。すんごいこれ。 あとは普通のサイズで良かったね。すんごいこれ。揚げ出し豆腐ですね。揚げ出し豆腐、はい、これ餃子でございます。そう、餃子。はい、餃子ね。はい、うまそう。これもつかないかなってね。あった。こっち置いて置いて置いて、危ないから。はい。ちょっと待ってよ。なおきこれ癖でね、ここなんか、うん、お腹いっぱいみたいな。お腹いっぱいなの？なんかさ、やっぱり夜食とか食べてるっしょ、カップラーメンとか。食べてないです。そんなお腹いっぱいになるんだもん。で、これが揚げ出し豆腐。すげえんだけど、マジ。マジですか。お茶置いときますので。ありがとうございます。お願いします。はい、これで全部ですかね。あ、うどんか。うどんとそば。はい、お待ちください。いただきます。これどうやって食べんの、これ。よかった、俺マジで。このままかぶりつくのかな。どうすか、おいしい。うまい。うまい。来てよかった。これがベストだ。いや、これうまいね。このタレが。うまい。まあ、パリパリで。いただきます。どううまい。ど
どうまいよね、これどうまい。すごく飾ってみる、これ。あ、直樹も食べてみ、マジうまいよ、飛ぶぜ。うわぁ、うまいやん。ほーって初めて聞いた、あの声。ほーっつって、直樹も。うまっ。皮のパリパリめっちゃいいよね。うまい。うまい、これ。ちょっと餃子も食べてみようかな。どううまいね。うまそうよ。何？飛ぶ？これは普通。でもうまい。でもちっちゃいよ、これ。普通にうまい。あ、優しいね。うん、ニラがね、ニラのその味がね、そんなしない。優しい。ここ意外とメニュー少ないよね。うん、マジで。いや、まんまに見えるわ。あれ？あんたね。私？うん。なんで？こっちなんだ。これからここ行ってやって。妖怪みたい。だから山賊が合ってるわ。名前の通り。竹田市豆腐もいただこう。失礼いたします。うん、あと、あゆね、ありますので、はい、お待ちくださいませ。あ、どうしよう。こちらが一口うどん。あ、僕ね。はい。こちらが茶そばになります。はい。茶そばこっちね。あ、次から気をつけてください。で、おうどん2つ。あ、結構でかいね。ラーメンみたいな。おうどん食べしてる。あ、うまそうだね、これ。で、これ。あと1個。2つ頼んだ。熱頼まれた。いや、2つ。多分これとこれとこれしか頼んない。あ、ですね。すみません。はい。え、大きいのが、え、頼んだでしょ。あ、頼んでない。でっかいのが間違えてる。間違えないでたの。いいね。やっぱ作る前に言えばよかったね。あ、残念な、あっちのミスのみ。うん、これがやばいな。やばいな。これ行ってみて、これ直樹の爆弾おにぎり食えないの。揚げ出し食べてみる。私もうまいな。先にうどん食った方がいいの。そうだね、うどん食って、うめえな、マジで。うん、まあ、ほんとこれ。うまいな。全部おいしいよね。マグロうまい。どう、うどん。これ七味だよ。はい。どうぞ、すいません、ね。おしぼりいただけますか、ね。おしぼりを。新しいの3つ。はい。お願いします。入れる七味。私のは茶そば。はい、七味。自分でこれで。今のそば。これプチうどんか。見えない。これ七味。おしぼり水ですね。はい、すみません。すみません、熱いのでお気をつけください。温めますね。熱いの。
まいな。わかめうどんみたいな感じだね。ちょっとお肉が入ってない、なんかね、このね。あ、いい匂い。うん、優しいね、味が。爆弾食べた？爆弾。食べてない俺。食べてないもん。今度家で作ろうかな、このパリパリのやつ。これ？うん、このチキンうまいよねこれ。ちょうどお客さん少なくてよかったね。そのタレ売ってるよ、だって。ほんとに、うん、買って帰ろっかな、これ山賊のタレ。焼肉のタレにも合いそうだね、焼肉の水族、うん、なんでもね。おいしい。私のやつすっごい美味しいんだよ。一緒かなんか見出せる。うん、いい？あ、同じだ。ちょっとそば行っていい？あ、これはうまっ。うまいの？うん、優しい味だよね。いやこれ楽しみ、これな、鮭か。おおおおおお、でっか、でっか。あんたの僕よりでかいね、これね。うん、あんたの僕よりでかいね。めったやん、あんたの僕よりでかい。こんぐらいでちょうどほくろじゃない。うん、漫画サイズだよね、これね。うん、うん、おいしい。多分さ、これ ご飯1膳分くらいあるんじゃないかな。あるね。ね。まさか警告で出ます。首かしげ始めてます。大丈夫かな。うどんがまさか残すの、それで。なんでこんな食べないんだろう。食べなさすぎじゃない、一口二口な。お口に合わない、まさか。カップラーメンばっか食べてたからかな。うめえ。カップラーメンの方がいいのかな、もしかして。いいだよ。すごい、具がやっと出てきた。うん、あ、昆布と鮭が入ってる中で、ダブル。ダブルなんだ。さっきのお母さんの手の味がするわ、すごい。手作りって感じ。あ、熊谷くんのことばっかじっと見てるよ。本当だ、怖っ。で、どうした？どうしたの？何？え、何？好きになっちゃった？すごい見てたんだけど。怖いな。BL 展開。無理。
と一緒に食べればよかったと進みながら。もういい食いっぷりだな、うん、それだ男は。そうか、私もお腹いっぱいだった。そうでしょ。だからキャパを考えないと。俺はもうキャパを考えてるから。多分この山賊焼きとおにぎりだね。それかそばとおにぎり2個ずつね。なんか一人でお腹いっぱいって言われると、なんかお腹いっぱいになってくるわ。なってきた。ええ。お前が一番量少ないんだよ、それ。うん、うどん小だし。なんかいつも頼みすぎて残しちゃうからね。いいんだよ、それね。残すっていうか、すごいきつくなる。これは明けなしとも食べてないんだよ。明けなしとも餃子も、うんうん、食べるよ。絶対食えよ。何が？お腹いっぱいだもん。食べてんじゃん。残さずに。みんなに食べるように頼んだね。俺食うよ。マークは全然食べないじゃん。餃子食うよ。食ってるよ。はい、失礼いたします。あ、鮎ですね。遅くなりました。鮎だ。ちょっとお時間かかるから。鮎だ。あ、じゃあこれいいよ。これ私担当するの。はい、アユだ、はい、うわ、うまそう。以上でございます、はい、ありがとうございます。時間かかるって言ってたからね。そういいよ、こっちは炭酸とか。やばいかも、本当にやばいかも。完全に忘れてた。私も忘れてた。少ないと思ったんだよ、なんかね。いけるか。なんかバレるとこで。うまそうね、その塩焼き。昆布、鮭の次に梅も出てきた。あ、三種類きた。うん、びっくりした。なんだ。ああ、うなぎ。お腹いっぱい。なんか押してみんか。コーラなんて飲むからで、あとコーラだよ。確かに。で、意味がわからんもん、コーラを話す。父中にね、私でも珍しくメロンソーダ飲んでる。うん。コーラ一杯結構お腹いっぱいになるもんね。まあ、ウーロン茶一つください。ウーロン茶を一つ。大丈夫みんな。はい。はい、お待ちください。うわ、本当にお腹いっぱい。来てここ。
余裕で間に合うでしょ。マジで軍機いいな。今度スキップと一緒に来よう。ここ？うん。千夏と一緒に来るわ。何それ？千夏。え、千夏って。いるの新しいね。付き合ってんだけど。え？いや、千夏。彼女いたの？うん、はい、ウーロン茶ですね。来るのが大変だよね。千夏だったら喜びそう。あんまりそのアウトドアじゃないからさ、こういう雰囲気のとこ好きなんだよ千夏って。でバスケめっちゃうまいんだよ。何何バカに、何バカにしてる。バカにしてないよ今も。そうなんだと思って。餃子食べてないでしょ。明日食べれなくなるのかな。しかしたら食べないの。食べますよ。そばは食べないの。そばいい。何どこまで食えるかわからんわ。そうだね。なんでね。硬いとこにバンって当たるよね。いけっかなと思って。パリパリがね、マジうまいね、ほんとね。パリパリした。いろりで焼いてるからかね。お家ではこんなパリパリなんだもんね。え？イカ水だ。骨やわ。なんか屋形船に乗ってる感じだよね。わかる。めっちゃわかる。天井低いしな。うん。水も流れてるしね。大丈夫ですか。余裕。もうお茶取ってくんない？何茶なんだ。コーン茶。コーン茶なんだ。あ、熱いよ。熱くないよ。コーン茶って言ってた？いや、お茶って言ってた。お茶。お茶じゃない？違う。いる？ラオキはいる？これコーン茶じゃない？一回。お茶じゃないでしょ。コーン茶。ほうじ茶じゃない？聞いてみる？こんな味しないんだって。でも普通にお茶だよね。え？お茶です。ケッとこいつ。はい、よし、焼き肉。それうまそうよね。パリッパリやん。骨多いのかな、言って。
結構あるんだよね、細かいの。そんなに観測がない。何観測が。すごくついて。歯の神経死んだんじゃない。うん。柔らかいってこと？うん、ふわふわ。へぇー、おいしい。こうやって刺して焼いたのかな、こう、うん、繰り返してね、こうね、どうなる、ね、うまい。ほんとメニュー少ないよね、ここね、これしかないんだもんね。だけど逆に、うん、一つ一つがうまいから芯があるって芯があるんだよ。中途半端ですね、中途半端。あ、デザートもありますよ。あ、先生、俺これ行きたいです。これね、直樹デザートはいらないってこと？食べなさい。おはぎ？おはぎ好きなの？食べないんだ。だったらまだアイスとかの方がいいんじゃない？アイスは好きじゃない？食べないんだ。アイス食べないんだろ。アイス食べます。何？全部食べれるの？はい、おにぎり一口しか食べてないやん。本当に食べれるのアイス。いや、いらない。頼まない。はい、大丈夫です。冷やしコーヒー。アイスコーヒー、はい。あと、ぜんざいって何ですか？これ氷で。おぜんざいは温かいのですが、あの大きい、大きいというか、板に。あ、これは氷ぜんざいなんですか？氷ぜんざいというのかな、あ、それはですね、氷ぜんざいって何ですか？氷ぜんざいの上にってことかな。氷ぜんざいもあります。氷ぜんざいはあの小豆のと氷を混ぜたものにあんこが乗ってなんですけど、これ大きいですかね、サイズ。結構大きいと思います。普通ね、アイスクリーム、アイスクリームで、はい、アイスコーヒーとアイスクリームですね。はい、はい、お待ちくださいませ。できるね。あ、これ食うわじゃん。いらっしゃい。一皿で。